学省は食物アレルギーについて全国調査を行いました。それによりますと、公立の小中高校に通う食物アレルギーがある児童生徒はおよそ20人に1人に当たる45万人余りで、9年前の調査と比べ 1.4 倍に増えています。またおよそ5万人がアナフィラキシーと呼ばれるアレルギー症状を起こしたことがあるということです。文部科学省では今回の調査を有識者会議で議論し、今年度中に学校内での食物アレルギー事故の再発防止策を求める方針です。福祉会社が転落当時の車内映像を公開しました。奈良県の自動車専用道路でタクシーから転落した男性客を救護しなかったとして逮捕されたタクシー運転手が転落に気づかなかったと話していることが分かりました。今月12日未明、奈良県